未来の鑑定士発掘バトル。はい、こちらのコーナーではガールズに鑑定士の素質があるのかテストを実施します。その回答を月子先生に100点満点で採点していただきます。今月のカードはレムリアンカードです。太古に存在していた愛の世界レムリア、愛と癒しが表現されたイラストと女神からのメッセージが添えられた見た目にも優しいカードです。はい、さあ誰と誰、今回は塩田ちゃんと水野ちゃん。よし、行ってみよう。はい、さあ占いのテーマは金運です。金運、じゃあ先占われる側ですね。そういうことだ、はい、言うたよな俺今見せてください。じゃーん、近いな、はい、鑑定開始。こういう性格なので、うん、全部がこう不安定で、何をやろうか、これをやろうか、これをやりたくない、あれはやりたいとかでグラグラしてます。それが機運にも現れてしまっているので、しっかりあの木のように自分の足をこう地につけて頑張ることで機運も安定するかと思います。そこまでうまかったんですよ、うん、ポイントポイントちゃんといってるし、大地にしっかり足をつける、これグランディングって言うんですけどね、うん、地に足をつけるっていうことは現在を楽しく生きることっていうのになるんですけど、そのバランスっていうのをしっかり取っていきましょうと。それによってお金の周りっていうのにも反応が出てくるので、まずは地に足をつけるっていうのが一番ですね。さあ何点でしょう先生。はい、87点です。87点ですね。87点。さあどんなやつ、ドン。おお、鑑定開始。8人ぐらいの人がなんか光る器の底に沈んだコインみたいなすごい拝んでこうめちゃくちゃ見てるから、そのなんかお金が欲しい必死さみたいなのがちょっと出過ぎていて、真面目に結構働いた方がいい、なんか お金を欲しがる気持ちがまずあのコーナー出過ぎているので、それを一回やめましょうみたいな、そういうカード。そこまで。お金を使ってきた過去ちょっと思い返すことで、お金その無駄な出費っていうのがいくらでも抑えられますと。あとちょっと古くからとか昔からのお付き合い、そういう方と再会した時、何らかのお仕事とかいいきっかけっていうのが巡ってきそうだよっていうことはちょっと言ってますから、ぜひあの人の輪っていうのを大切にしてください。ユニークな解釈だったので68点で、うん、68点、はい、ということは、はい、今回の勝負塩田ちゃんの勝利。あー惜しかったですね。残念。